何、いきなり転校っすか。ほい、ということで今回からこの妖怪ウォッチ3寿司を実況していきたいと思います。ほい、初めからすげえめっちゃいっぱい出てきた。ほい、最初から始める。主人公2人の名前を決めましょう。通信で公開する名前にもなります。主人公2人両方ってこと？2人の主人公の名前を決めよう。じゃあとりあえず男の子の方はそのまんまでいっか。確かケイタくんっていう名前やったはず。アニメね、最初の方しか見てないけん。で、女の子の方はこれ誰なんやろ。誰かちょっとわからんけど、名前はアユナでいこうか。アユナ。ほい、決定。決定。これで、これで OK。これで OK と決定両方あるけど何？これで OK でんか。この名前でよろしいですか？ケイタくんとアユナちゃん。ほい、OK。みんなに見せる名前。通信プレイの時自分の名前にしたい方を選んでください。他の人が見るあなたの名前になります。一度決めると変更できません。あ、じゃあそれはアユナで。OK。通信プレイでみんなに見せる名前はアユナでよろしいですか？一度決めると変更できません。ほい。OK です。おお。お、え、何事？USA セントピーナッツバーグっていうのは架空の場所よね。セントピーナッツバーグでもなんかありそう。え、なんか落ちましたけども、宇宙船すごい、めっちゃなんかボコンボコンボコンってなってる道。あの光と音、一体何が落ちたのかしら。実に興味深い事態だ。マルダ、急いでくれない？あなたと一晩中ドライブする気はないの？各位、なんかすごい特徴的な顔やね。見解を聞きたいかい？別に。僕の考えが正しければこの街にかなりの確率で地球レベルでもとんでもないことが起きるね。え、すごいノロノロじゃね。の見解をさて確かに異常事態ではあるよね。爆弾か爆弾の実験でもしたのかしら。こんな調子で走りよってたどり着くんかな。相変わらず君の発想は貧困かつ地味。いわば発想におけるレベル1だね。レベル1はあなたの顔よ、マルダ。いいかい、隔離。案件に関わる我々には危険が降りかかることは言うまでもない。それでも我々は隔離とマルダ、国費回顔の形が解決していかない。ワイファイルやって、あなたが考えるX ファイル的なあれやね。うん、難しいところだが、レベル1や2なんて生優しいものじゃない。少なくともレベル4以上。うわー、何これ、崩壊しとるやん。僕の予想はレベル5だ。レベル5、会社名と一緒やん。え、てかこれがゲーム画面、すごいね、綺麗やね。え、アニメーションやけんってこと？それにしては違うか。お、美味しいお食事いただきます。え？タイミングよくボタンをタッチして上手にお食事しましょう。え、ミニゲーム方式っすか？光の玉がサークルに重なるタイミングをよく狙ってタッチするんです。さあ、ケイタくん、ごちそうを美味しくいただきましょう。栄養持ち！マジかマジか、ちょっと待って。え、どういうこと？はい、いただきます。中トロ、おいしょ。あ、間違えた。あ、そういうことね。なんなんこの急にリズムゲー的な感じの。え、あ、待って、あ、もうわからん。あ、間違えた。あ、なるほどなるほど、ちょっと待って。あ、怖い怖い怖い怖かないけど。あ、やべえ。よし、なんなんあの間に出てくる妖怪。え、これできよん私。うわー、早くなっていく。
誰つまみ食いのすけ。おお、目が追いつかぬ。ほいさはいさ。お、やべえ、私も食べたいんやけど。あ、早い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 、待って。あ、おお、やべえ、ごちそうさまでした。何金の粒って。お、あ、でも結構できとる。40分の31。金の粒って何？罰？ボーナス獲得。ウニを手に入れた。おー、やったね。金の粒ボーナス獲得。まずい漢方を手に入れた。まずい。びっくりした。いきなりのミニゲーム要素。ごちそうさまー。ん？美味しかった？どれもすっごく美味しくて、もうお腹いっぱいだよー。そうか、それはよかった。相変わらずほがらかな家族だな。それじゃあお父さん、そろそろあの話を。ああ、そうだね。え、どうしたの？あの話って？ね、なんかカウンター席におるあの客、食べ方すごくない？奥のさ、女の子あれ。しかもカウンターの中にはなんか魚くんみたいなやつが。実はな、ケータ。お父さん転勤になっちゃったんだ。え？どういうこと？転勤ってどこに？おお。なんと USA なんだ。海外。嘘？外国？引っ越すんだよ。ああ。海外に。ね、海外の USA に引っ越すんだ。ケータ、お前も一緒にな。行くぞー。さあ、USA に行くぞー。どこを読んでいいんだか。うーう、シェーってなっとるけど。リス？板前さん、シェーってなっとったよ。イヤミみたいな。なに、もう旅立った？めっちゃ手振られよるけど。なに、いきなり転校っすか。カラフルだな、飛行機。そろそろ起きなさい。もうすぐ着くわよ。ジバニャンはあのまま大丈夫な感じなの？みんなには見えんとか、そういう見えるよね。キラッキラしてる目。俺は USA にやってきた。俺たちが住む新しい街だ。USA しょぼくね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。